苦手な人とうまくやるにはどうすればよいのでしょうか。方法は2つあります。1、仕事以外の話はしない。2、仕事以外の話もしてみる。まあどっちやねんっていう話になりますが、仕事以外の話はしないというのは、人間合う合わないありますよね。自分の常識が通じない人もいます。まあ私はこいつが嫌いです。なんか偉そうで気分屋なので。経験上、私が嫌いな人は大体あっちも嫌いです。無理して関わる必要はないです。仕事以外の話をしてみるというのはどうでしょうか。逆説的ではありますが、話をしてみると意外にいい人ということもあることはあります。部下を持つ人に意識してほしいのですが、生産性を上げるコミュニケーションがあります。雑談です。コロナ禍ということもあり、少し難しいかもしれません。もちろん患者さんの前でというのは当然ダメですが、意図的に雑談をする時間を設けてみませんか。あるいは意識的に雑談してみませんか。看護の現場を変える、雑談は生産性を上げる。次回、おしゃべりの男性は嫌われる。やっぱりこの時期、動作力で見に行く急変予兆売れますね。毎年売れますが、現在800位くらいまで上がってまいりました。この本を手に取り、新年度を迎える皆さんに幸あれ。